すごい気に入ってる。ちょうど今の髪色と合うなと思って、だから私も真似する。おはようございます。おやすみなさい。寝てる。いや、今日はですね、今からっていうか今日はロケ撮影なんですよ。で、午後に出かけるんですけど、結構時間があるのでのんびりゲットレディウィズミーを撮っていきたいなと思います。今日ね、大変なの。撮影2本あるからどっちにも対応できる感じの服とか髪型にしつつ、すんごいアホなのってぐらい土砂降りなので、雨にも対応しなきゃいけないっていう、なんか3つのことを考えながら準備しなきゃいけないっていう、すごいハードな感じです。頑張ります。というわけで、すいませんね、なんかボロボロですいませんね、朝なんてこんなもんなんで。はい、まずはネイルを直します。ネイル今してません。この前ちょこっと直したばっかなんですけど、あの後ね、結局またいろいろ作業してて、もうねちょっと伸びてたんだけど、それがポンポンって取れちゃって、結局取りました。というわけで今日はまた違うのつけます。こちらオホラのこちらのデザインを買ったのでつけたいと思います。買うときだいたいね、一気にまとめ買いなんですけど、これ可愛いんだ。なんだっけ、ネイルサロンコラボ、ネイリストさんコラボみたいな感じで、こういうのです。ちょっとこれ出しとくとね、固まっちゃうんで出します。爪はね、もうね切ったから、形整えたから、あとは貼るだけ。いつもだいたいね、これやるときはすぐここにね iPad 置いて映画とか見ながらちんたらやります。普通にやったら多分ね、ちゃちゃって終わるんだけど、私はね、すごくちんたらやってる。まずね、爪をふきふきしまして、どれにしよっかな。というわけで、私は今からちんたらやりたいので、動画を止めて完成に飛ばしたいと思います。せーの、じゃーん、できました。めっちゃ可愛くないですか。すごい高級感ある。そしてなんか多分一時的なんですけど、雨が止んでめっちゃ明るい、嬉しい。で、私流のね、オホーラちょっと長持ちさせる方法があって、貼った後にね、時間ある時はこれトップジェル使ってんの、これこういうの使ってコーティングしてます。表面と、あと爪のこの面をコーティングしてますね。この隙間からね、だんだんね伸びてきたりすると髪の毛がチュッて入ってきたりするんで、じゃあここ蓋すればいいんじゃないと思ってやってみてるんですけど、効果は若干あるかなと思います。で、今回のね、ほら、こういう大きいパーツがついてて、普段ね、パーツついてるやつはちょっとめんどくさいから買わないんですけど、このデザインはね、買った。すごい可愛かったから。で、これもね、かなりがっつりコーティングしてて、もともとはね、こういう透明の輪っかみたいな、埋め込んでるんで、もうただ、ポコッと立体みたいな感じになりました。うちの爪だとまだ輪っかって見えるかな。で、この輪っかのところだと今のこのトップジェルだと弱いってかサラサラしてるんで、もっと粘度があるトロットロってしたやつをこの穴のところに埋めて周りもコーティングしてるんですけど、その時使ってるのがこちらですね、ビルダージュソークオフクリア。こっちはね、ハケがもうついてるんですけど、こっちはついてなくて、ちょっとお見せするとこんなすっごいトロントロンして硬いです。これをこのパーツの穴だったり周りにコーティングしてつけて、ちょっとでも長持ちしてほしいなっていう風に自分なりに工夫してます。時間がある時ね、時間がある時はこうやってます。というわけでネイル完成。というわけでメイクしていきます。服はこれにしました。黄色さんの着物ガウンです。これね、着物だけど、なんだろう、着物でも洋服でもない間なんです。端処理がなくてついたけで着るやつで、これペッペッてやってベルトするだけで着れるんで、今日ね浴衣の関係の撮影があるので、そういうので行きたいなっていうのがあって、めっちゃ着替える予定なんですよ、撮影で。なのでもう中に着替える時用のペチコート的なのを着れるので、これだとで着替えも楽なんで、もうこれで行っちゃおうかなって感じです。で、あとは食べる撮影なんですよ今日、もう一個が。だからちょっとパッと見この辺苦しそうに見えるかもなんだけど、すごい簡単に止めてるだけなので、すっごい楽なんです。これだとね、いくらでも食べれそう、まあ小食だけど。というわけでこれで化粧をしていきたいなと思います。最近はこれ、最初ランコムのターンイドルウルトラベアブラーメイクアップベース、これを鼻に塗り塗りってして、ぬぬぬんとなじませて、で、
何これ、エッティセのフェイスエディションスキンベースフォーオイリースキン、こんな感じのちょっとピンクの下地です。これでテカリ防止とちょっと肌の色の調整します。でファンデが最近これ試してます、インテグレート水ジェリークラッシュ0番なのかな、ファンデーション。これなんか面白くて私の使い方が下手くそでちょっとぐっちゃぐちゃなんですけど、クッションファンデなんだけど、こうなんかメッシュところにファンデ入ってて、なんか不思議な付き方するんだよね。つけるとすごいねみずみずしい感じ。この辺だけつけます。あとこの辺、顎、顎っていうか唇の下が私なんかニキビできやすくて腫れやすいのでつけます。色味がこんな感じで結構白っぽいんですよ。なので全体につけたら顔が白きしすぎちゃうので、この辺だけパパーっと明るくするような感じでつけていきます。私は相変わらずこのクッションファンデ使ったこのパフスポンジにチークをつけます。スキンフードのフレッシュ F リップ&チークトリオ5番、どれにしようかな、今日これにします。これでポワーっとつけます。でこの後パウダーです。メトボスのミネラル UV ベール日焼け止めフェイスパウダー SPF45 の PA3+。 こちら本当はこういうパフがついてるんですけど、私はこういうブラシでわーっと取って、ちょっと手でトントンってしてぐる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 って肌を磨く感じでつけます。薄付きでつけたいのでこんな感じで最近はやってます。でシェーディングを買おうと思って、ずっと買ってない、買わなきゃ。で今日アイメイクどうしようかな、なんかいろいろ着るからこの色っていう主張する感じのアイメイクにはしたくないんですよ。どうしよう、とりあえずベース、メトボスのミネラルアイバームレモネードイエロー。いきなりやっぱ色っていうね。でもこれはね薄付きだからいいの、ちょっと黄色ニュアンスぐらいだから大丈夫。で今日はこれ使ってみようと思います。エスポアリアルクワッドパレットオレンジフィーバーのこの色、エメラルブーツっていう色みたいなんだけど、茶色よりのオレンジ、茶色とオレンジの間みたいな色なんで、これだったら馴染み良さそうなんで使ってみます。結構最近はオレンジって感じのメイクが多かったんですけど、うん、これもオレンジだった塗ってみたら結構オレンジだった、出て試したんだけどな、いや塗っちゃったから塗ります。元にガッてつけて、その後上にふわふわふわっと広げていく感じで塗ってます。広がってとガッが行き過ぎたんで、頑張って広がっていただいて、オレンジか茶色塗ろうかな、キワキワに。可愛いの発見、メトボスのミネラルクラッシーシャドウヴィンテージグリッターのこのグリッター入りの茶色をキワキワに塗ります。華やかな感じの、あ、いいですねいいですね、見える？オレンジボーンだったんだけど、ちょっとこの辺に茶色を入れて少し大人っぽく。で最近ね、私アイメイク の途中で眉毛をやり出すっていう謎の癖が出てきまして、ルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト1番ナチュラルブラウンのこの真ん中の色を今ね眉アートしてるから大体あるんですけど、若干欠けてきてて、そこだけちょっと埋めます。でアイブロウマスカラが For Me by GU のアイブロウマスカラ34番ライトブラウンですね。これを結構ハケにつくのしごいてね、ティッシュオフなんかしてちょっとつきすぎ防止してつけます。逆らってつけて整える、結構明るくなる、これすごい気に入ってる、ちょうど今の髪色と合うなと思ってよく使ってます。でここでハイライト、もう順番めちゃくちゃ、 B アイドルのザ・アイパレ101番キママのオレンジカーキのここをねあちこちにつけます。こことかこことかこことかここ、あとはリップの上、あ顔疲れてんなって時はこのほうれい線のこのくぼみあちこちにつけます。あとはいつもこの涙袋のところにもつけてます。すごい大活躍で、また戻るんだけど、さっきのルナソルのこれね、これの真ん中を筆にとってシェーディングにも使います。こういう細かいとこ、この彫りと鼻をこれで作ります。でアイライン引こう、アイライン最近こればっか、メトボスミネラルスムースリキッドアイライナーピンクグレージュ、色はこんな感じです。これでほんと細くまつげの隙間埋める感じで1回入れて、その後目尻だけじゃん。最近はこんな感じ。実はさっきここ他のつけてやっぱ違うって落として赤いの残ってるんで、ちょっと綿棒にねファンデをつけたんです。それを塗ってごまかす、ごまかせ、ごまかしていこう。撮影の日に限ってこういうことしちゃう、なんでいつもなんでそうなの。
気合が入っちゃうんですよね、変に。家での撮影だったらいつも通りなんだけど、今日ロケだからなんか変な気合入っちゃう。いやねいつも通りやった方がいいのにさ、こうやって変なことしちゃっちゃうんだよ。ラーメン塗りたい、ラーメン。目をキラキラさせたいぞ、私は。これしよう。シピシピグリッターイルミネーションライナー、1番のピンクベージュ。これをとりあえず目の下じゃん、目の下に入れるじゃん。目の下入れるんだけど、ちょっと目頭多め。最近ね、韓国アイドルのメイク動画見てたらこの辺に入れてたの、それが可愛かった。だから私も真似する。目頭のこの上の方に塗って、指でちょっと広げる。見たやつはね、もっと色って感じの入れててね、どうなるんだろうって思ったんだけど、すごい可愛かった。だから最近ちょっと真似してます。で、マスカラはもうこれこれこれ、イスミヒロインメイクロング&カールマスカラアドバンストフィルム。これはなんとなくセクシーに見える気がしてつけてます。どうかは知りません、実際のところ。最近まつげの調子悪いんだよね。マツエッグじゃなくて、あのマツパ行ったんだけど、なんか今回ね、まあいいなと思ってで、また行ったんだけど、なんか今回かかりが悪かった。私の地まつげの調子が悪いのかな。はい、上下とも塗りました。で、今日はってか割といつもだけど、この白ね、ブズンのアイライナーのこの白大好き大好きなので、これは目尻に入れます。皆さん覚えているでしょうか、私今日はメイクを始めるとき、今日はね、いろんな服を浴衣を着るので、どれにでも合うようにあまり色って感じのメイクをしないと、したくないと言ってましたが、結果こうやっていろんな色を使い始めちゃうんですね。色が散らかっております。で、リップで完成ですね。顔はリップはもうご飯食べる撮影があるので、一番落ちないなってやつ、ドーム&の6番フィグフィグ。これがやっぱ一番強力だと私は思うんですけど、皆さんどうですか、ここのが落ちないよ、強いよとかある？テクスチャーの好みだけで言ったら、他にもね、あ、今日これつけたいなとかあるけども、落ちないことが今日は一番大事だと思う。最近唇調子悪いんだ、むかむけしちゃってさ、ちょっとむけてたから、むいたらさ、血がダバダバ出ちゃってさ、かさぶた治ったばっか、ちょっと心配。はい、顔できた。髪はどうしましょうね、雨だしね。浴衣をいろいろ着るので、とりあえずアップにしようかなと思います。この前、あの美容師の赤田さんにね、ヘアアレンジを教えていただいて、でアップの時のやり方を教えていただいたんですけど、その時よりもちょっとアップ目で結ぼうかなと思います。その時は割とこんぐらいのね、低めな感じだったけど、浴衣とかってなるともっと上げたいなと私は思うので、そうします。と髪パサパサなんで、アイロンしてから。リーゼアイロンスタイル作れるローション、なんか昔からうちに居続けるこの子、そろそろ限界なくなります、とうとう。と思ってもまだ出るんだよね、ずっと出るの。これ永遠に入ってるんだよ空にならないの。アイロンかけたところで、多分なんかあれですよね、今日みたいな日はまた雨が降るから湿気でやられちゃうんでしょうけど、ちょっとでもねマシにしていきたいので、適当に軽く巻いて結びたいなって感じです。あ、毛先は調子いい。この上の方がねダメだね。でもちょっとところどころまんべんなくコテを入れときましょう。ちなみに今新事実をお伝えすると、コンタクト入れてなくてよく見えてないの。朝メガネしてたんだけど、今お化粧するから目が取ってるけど、今ちょっとね目に傷がついちゃってコンタクトできなくてよく見えないんだよ。よく見えないまま頑張ってメイクしたっていう言い訳ですもしかしたら撮影の時だけちょっと一瞬コンタクトするかもしれないけど、しなかったら多分私は険しい顔をして見えねえなって顔をしてやってるから、ちょっと機嫌悪い人に映っちゃうかもしれない。もしそうだったらちょっとみんな理解して。斑点 UV カットヘアオイル、洗い流さないトリートメント、ダビネスオーセンティックオイル。これを私は半々量ぐらいで手に出して全体になじませます。スベールナチュラルバーム、取りすぎたちょっと取りすぎました、全然なじみません。これをつけます、つけます。毛先とかちょっと多めにつけます。このもみあげらへんつけます、つけます。毛先つけます、つけます。で、まとめます。ちょっと高めで結びます。あのお団子できたらしちゃいたいんですけど、結構レイヤー入っててお団子が難しいんですよね。
メガネしよう、見えない。メガネかけててもいいキャラですか？わかんなくて、自分ではなんかメガネってすごいオフモードみたいな感じがするから、あんま動画でちゃんと外ですよみたいな時かけるのはなんかなみたいな感じなんですけど、どうですか、ありですか？やっぱなんかキャラじゃない気がして。シュシュはお洋服に合わせて黒にします。あ、でもちょっと色のつけたい。まあいいや、一回黒にする。でこの辺ちょっと巻こうかな。いろいろねつける前に巻けって感じなんですけど、順番をミスってしまいました。すっかりすっかりで、いろいろつけた後に巻くっていう。だからかな、なんかよくやっちゃうの、アイロン汚いのだから。ちょっと一回外しました。あのね、今日はやっぱ雨なので、少しでも持ってくれたらいいな髪の毛ということで、願いを込めてケープをぶっかけます。うわ、久しぶりに使う。どうやって使うんだっけ。20センチ離す。内側にもかけるとキープ力アップって。全然20センチじゃなかったね、超近かったね。頑張って髪めっちゃかける。後ろもかけよう。頑張ってね今日の髪。はい、というわけでピアスはこれ、前にピンコイの動画で紹介したピアスです。こちらにしました。シュシュ結局黒にした。というわけで準備完了なので、なんかモジャがチラッといる気がするな。はい、撮影の方行っていきたいと思います。今日は相当のんびり準備しましたね。まあ、ネイルをのんびりやりすぎたんですけど、途中ちょっと焦りました。というわけで行ってきます。皆さんも仕事、学校、お休みのお出かけ、何でも楽しい一日にしてください。それじゃバイバーイ。 Thank you.